高橋ゴーゴーラブレインジャパン高塚つやしあおうから高橋ゴーゴーラブ105キログラムレインジャーグラブサラさあ第2試合です。グロムザザ対高坂剛。熊子さん、はい、前回高坂はですね、あの2メーター3センチの大男、はい、ラーフェン相手に素晴らしい試合を見せましたね。そうですね、まあ、その代償にあの半かけてしまったそうですけどね。角田さんはあの試合ご覧になりました。はい、見ました。素晴らしい面白い試合でした。面白かったですね。さあ今度はザザです。これは先ほども言いましたが、ある意味であの熊子さん、はい、現在の高坂の実力を測るバロメーターであります。そうですね、手首を取りまして投げ落ちました。グロムザザ、ファンみたいな動きしましたね。しかしそれを利用しましてうまく上に乗りました高坂剛。高坂選手はですね、はい、今日はもう耐える試合になるだろうと。あ、まあ、あのザザはですね、そのスタミナに何があったか、ですからですね、前半力を出させるだけ出させて、うん、でスタミナが来てたところでそこが行くと。なるほど、ね、相手の動きがなんとなく分かるんですとも言っていました。まあ、同じ組技系の選手、グロムザザはフリースタイルレスリングのチャンピオンです。そして高坂は柔道をやっていました。そういったことからでしょうか、なんとなく分かるような気がするんですと言っています。これ今の手争いでしょう。腕決めているのか。腕です。高坂が攻めています。しかしザザは十分にエスケープすることができる距離です。エスケープ。一方のグロムザザは自分と高坂がやることによって高坂にとっては実力を発揮できるのではないかとこう言っています。相性が合うと思ってるんですよね。まあ、近々行われるアマレスのヨーロッパ選手権で8位にこのグロムザザが入ればアトランタオリンピックの出場権を得るそうです。はい、だからそれに向けてかなり練習を積んでいるので今日はベストコンディションだということですが、この下ダウンか。ダウン、ダウンです。ワン、ワン、ツー。その前の体の状態ですね。ありました。その前に来ましたね。はい、これはまだ余裕がありそうです。高坂剛、滋賀県の出身ですので、ここ大阪にはお母さん、それから兄弟たちが見に来ているという話です。ピンタのような平手、グロムザザ。見せますね。見せますね。この辺はさすが柔道出身、キレがあります。さあ腕引き逆十字でしょうか。ザザの方は足狙いですね。のようですね。クロスヒールホールド、裏から入ってるような感じになっています。さあ立ち上がりました。これどうするんでしょう。懸命にディフェンスします。高坂、さあ右のアキレス腱を取りました高坂です。クロスヒールホールドか。高坂選手前半見てると言ってもそうも打ってられない状況になってますね。そうですね、はい、やはりこの筋力ありますからね。技も持ってますし、大きいんですけども、前回よりちょっと絞ってきましたかね。あ、そうです。いや、あ、ほとんど一緒ですね。はい、あ、そうですか。両者ともほとんど前回と一緒です。ただその両者ともかなり練習もしてます。特にザザの方はですね、オリンピック目指して今絞りに絞っている、まあ、体的にですね、いいところなわけですから、そういう見えるのかもしれません。シングルのボストンクラブ、足首ですね。アンケージも決めています。さあこれはきつい体勢になっています。この表情のグロムザザ絞り上げていきます。大阪なんとかエスケープ。今日の計量でグロムザザは105キロ、高坂剛 100.5キロです。4キロ半ほどグロムザザが上回っています。打撃の応酬、待っていたか、掴もうとしました。ダウンか、ダウンか、ワンプの上だったんですが、ダウンでした。3、4、5、いいですね、ボディーといってガッサーというですね、大阪がどんどん来れば自分はそれを受けて同じようにどんどん返すと言っています。グロムザザ、タックル、サウラを取った。
タックル、達人にタックルを仕掛けました、ね、なるほど、その辺も大したもんですね。クロスヒールホールドの応酬です。回転してどっちがさあいいポジションに持っていきますか。あ、ザザのようです。ザザはこれ自分の体重も利用してるんでしょうね、はい、うまい具合に締めていきます。グラスに押し付けられた方というのはですね、かなりそうですね。だそうですね、ちょっと上手でかれましたね、うん、はい、おーと、かかと落としから右の小手、この辺上手くダミーフェイントを使ってきます。自分の足を使いますが、さあ、さあ首を取っています。余裕があるんでしょうか。ちょっと私たちの方顔を攻めたら、やっとザザが攻めています。これは驚きました。ガーンと高坂が逆に攻められています。さあ自分のお母さん、そして親戚が来ている前では負けることができません。高坂チャーシー、いや、島田さん、この辺もザザっていうのはしっかりね、基本ができてるんでしょうね。そうですね、やっと一つ一つの技が力強いですよね、はい、おっと、先ほどもこれから入っていきました。タックルです。これはしかしザザが読んでいました。潰しましたね、タイミングも悪かったようです。しかし攻めてるのは、うーんと、まだどちらとも言えませんが、これはブレイクになりそうです。さて角田さん、はい、まあ、根っからのこのリングスファンでいらっしゃいますけれども、この高坂選手についてはどの辺が魅力があると思いますか。いやー、この人もやっぱり進歩していく人ですよね。その一戦ごとにね、強くなったの分かりますね、それからまあ基礎力に優れているということもあるんですけども、まあ、なんていうんですか、ファイティングスピリットありますよね。まあ、今日はでも展開が早いんで、あんまりこう喋っているうちになんかどんどん変わっていってしまうんで、そうですね、うまく攻めていますグロムドザ。ザザも強くなってきましたね、ひねりを加えながらのアキレス腱固め、逃げています。高坂強し、足が隣に落ちます。これで3ダウンになりました。受けてる大事です。ロストポイント通算しまして、高坂剛3ダウンです。一方のグロムザザは2ダウン。タックルに行ったんですが、この辺はタックルの達人です。読んでます。そうですね、潰すの上手いですね。上手ですね。まあ当然このリングスで戦うこと、それに素晴らしくこう生きがいと言いましょうかね、やりがいを感じているグロムザザなんですが、一方また目の前にはアトランタオリンピックもね、出られる可能性があるわけですが、そちらにも照準を絞っています。違いましょうね。あっと、これもまた暗いとは言いますが、高坂さん、しまいました。転がっていってしまいました。結局はこらえていたんですが、グロムザザエスケープを取られています。まず打撃から、さあこの膝が怖い、この膝が怖い、ブロックしています。うまくディフェンス、最後のダウン、高坂剛追い込まれました。首を取りに行っています。下から首、高坂、なんとかいいポジションの先に取ろうということで、ポジション争いですが、ブレイクです。
北澤元幸レフリーがブレイクをかけました。大阪さん、今日はグラウンドで勝負って言ったんですけども、逆にザザの打撃にやられてもらいや確かにそうですね。最初に入り込まれた。おーっと、先ほどは大阪投げ落ちましたが、おーっと、これで決めている、決めている、4つのダウン、そして最後はギブアップを取りました。グローブザザ、すごい試合でしたね。一本背負うような形でね、入っていきました。 そうですね、そのまま腕を決めました。はい、9分間の旅を渡さんでグローブザザ選手の勝利でございます。投げを打って回転してからの脇固め、最後はグローブザザ、まあオリンピック出場を目指そうという選手らしさ、いい動きを見せてくれました。高坂剛、残念ながら及びませんでした。ただ1枚上って感じでしたね。まあ、高坂剛選手はあの来年の早々の大会でモーリス・スミスと ね、 そうですね、当たります。はい、そちらに今度は、ね、照準を絞って頑張ってもらいたいと思いますが、角田、ね、はい、さん、この試合いかがでした。いやもう惚れ惚れするような攻防でしたね。こういうのはあと1時間ぐらい見ていたような気がしますけどね。確かにそれはありますね。本当は今日スカッと勝って偉そうなこと言いたかったんですけどね。ちくしょう。高坂選手にとって今年1年というのはような勝敗云々じゃなくて、いい年だったと思います。体が動いてくれたっていうのが一番、自分にとってはもう、なんかかけがえのない財産ですから、あとはもう、今年、まあ、積み重ねてきたやつを、来年、いかに早く転化させるかっていうね、そういう問題だと思います。はい、リングスっていうのはもうチャンスがゴロゴロ転がってますからね、いかにそれを掴む掴まない、それで前に出れるか出れないかっていうのが決まりますから、それだけはもう肝に銘じてます。はい、